米沢いずみのフィルパイン TV。ちょっと配信ね、一昨日撮ったやつと昨日の朝になっちゃいましたけどね。すいません、仕事で一昨日の夜で、ね、寝ちゃったんだね。はい、疲れた後でね。すいません。ということで、まあ、金曜日、今日中に配信できるといいなということなんですけども、本日はですね、前回予告しましたね、北湯の問題、その2、というかですね、まあ問題じゃないね。その期待の問題をね、紹介するタカタカ P さんの、ブログ記事にちょっと引っかかるとこがあったなっていう話、そしてですね、まあこのね、経路が重複するっていう問題に関連してね、あの北国問題、今はなき北国問題についてちょっとこの2つをねちょこちょこっと喋ってみたいと思います。はい、まずですね、まあ、北湯の問題振り返りましょう。北湯の問題とはですね、上野から北湯のまで、北湯の大宮から埼京線で一個戻ったところですね。その上野から北湯のまでの乗車券買うのに、もちろんね、最短経路は赤羽経由なんで、赤羽っていうか武蔵浦和経由ですけどね。大宮経由でもちろん買うことはできます。で、これが、在来線経由だと、片道乗車券で買えるのに、新幹線で買うとね、これがね、片道乗車券で発売できないっていうね、連続乗車券になるっていうね、まあそういう謎問題でしたね。軽く振り返りますと、つまりこれなぜかというと、JR の言い分としては、まあ埼京線というのはこれ東北本線の一部だということになってます。東北4ですか。ね、なってます。ですので、まあつまり、上野、でか東京からか。東京大宮間は、これね、新在同一し、東北新幹線は東北本線の先造である、別線先造であるという考え方だから、つまり同一の経路なんだと。そして、埼京線と、ね、言われている線は、これは旅客営業的には、これは東北本線の一部である。つまり、上野から、大宮まで東北新幹線を使うと、これは、もう上野大宮間は東北本線に乗ったっていう、この向きで乗ったってことになるから、そこから北山まで戻ったらもう一回東北本線を逆向きに乗るから、これ副乗で、片道乗車券で発売できないっていうようなことですね。まあ、この見解に無理なところはあまりないのでね。てか少なくともこの見解が、制度的におかしいと主張するのは非常に苦しいです。一応理は通ってんでね。ただ、まあ、旅客からするとね、在来線だったら売れるもう切符がね、片道切符で売れるのが、新幹線系で売れなくなるのおかしいでしょっていうね、まあ、そういう、まあ、ことなんですけどね。まあ、ただもちろんこれ実際にこんな乗り方する人いるのかっていうね。上野大宮間はね、最高時速が130キロに制限されてます。まあ、これはね、反対運動のおかげです。反対運動無条件にいいことですね。はい。なぜか。それは、つまり、要するにね、大きな企業や、まあ、国家、この場合国鉄ですから、国家ね。まあ、米沢の試験ですよ。ね。勝手にやってくることに、ね、抵抗するのは、抵抗権っていうね、まあ、国際的に認められた権利だと、米沢は思ってますけどね。まあまあ、まあ、それはね、まあ、オチがあるんですよね。走らせたら103系の方がうるさかったって新幹線よりね。そっちもあんだけど、そう問題に関して言うとね。まあ、とにかくそのバーターでできたのが、ま、埼京線ってことですね。まあ、こともあって、その東北新幹線はね、昔もっと低かったのかな。あんまり高速で走れないので、東京、上野大宮間をね、新幹線乗っても在来線と5分ぐらいしか違わないんだね。だからそんな乗り方するやついないだろうって話なんでね。まあ実害がないので放置されてるというかね、要するに例外規定を作らないで、そういう解釈にしてるってことなのかもしれません。でですね、まあこの問題もともと2チャンネル、旧2チャンネルでね、まあ取り上げられてた問題ですけど、まあそれをタカタカ P さんがブログ記事まとめたってことでね、一般的にはこのブログ記事がヒットする、検索するとっていうことなんですけども、これちょっとおかしいですね、これね、ちょっと。ね、この画像を見ていただくと、これね、リンク貼っときますけど、こう一番下にね、逆向きの大宮から奥までの乗車券が出ててね、これ普通に買えてるんだけどね、運賃額がこれね、380円になってるんですね。まあ、これあの2006年の記事なんで、まあ、今で言うとこれ400円になるんですけどね、最新の運賃だと。もうこれどう考えてもおかしいですよね。なぜか。つまりこれ400円って計算っていうのは、要するに在来線経由だと400円になるんですけどね。上野から赤羽、大宮赤羽奥ね。なるんだけど、これ新幹線乗ってんでしょ？上野まで。この上野まで新幹線乗って、赤羽経由の乗車券でね、これを乗れる特例がないですよね、これね。いろいろ考えてみたけど、旅客営業取扱基準規定もないし、もう幻の JR 東日本旅客営業取扱最速。
こちらにもこの規定ないですね。奥まで乗れる規則はない。これまあ乗れるとしたらまあ当然ね、上野から、上野じゃない、大宮から、日暮里経由の乗車券でまあ上野まで新幹線乗れるってまあわかるんですよ。ただね、これも当然だからこれ日暮里、まあ、もう今ホームないですけど、昔、大昔あった。戦前は旅客扱いしてたんですね。戦後間もなくまでか。でね、日暮里奥赤羽っていうの、これ東高線でしょ？同じですよね。だこれね、これ期待の問題で JR 東日本の見解がせいだったら、これ売れないはずじゃないですか。運賃額とかいう以前の問題として売っていいはずがない。そこのことにあまり言及がない上に、そもそもこの最短経路で売っていいというね、まあ、二重のおかしい。つまり、そもそも北用の問題で JR 東日本の見解がせいなら、これは片道乗車券で売れないだろうというのが一点目。そして仮に売れるとしたとしても、これ赤羽経由っていうかね、最短経路で計算する根拠がわかんないっていう二点あるんだけど、この二点ともね、高高 B さん解説してないんだよね、これね。よくわからない。ということでね、米沢昨日ね、指定席券売機で確認しました。あと駅ネットでも確認した。まあ、結果ね、これ今、機体の問題と同じで、キックアウトされますね。指定席券売機もね、駅ネットもね。で、このキックアウトがね、微妙なところでね、米沢昔ね、九州新幹線の、まあ、開業日にですね、全通日、全通してないのか、今、長崎新幹線になるからね。東日本震災のあった日ですよ。ね。あった日翌日ですよ。米沢九州入りしてたんでね。まあ、全く揺れを体験してないんですけどね。これまさにね、2011年の3月11日、ジェニーさんと二人で、駅前の漫画喫茶で仮眠した気がするんで、二人席しか空いてないんで、じゃあ一緒に寝ますか、つってね。まあ、寝なかったけどね、二人ともね。まあ、この話はまた改めて書きたいですね。ちょっと感動した話もあるのでね。改めて書きたいじゃない、改めて話しますけど、別回にしますね。旅行のレポートなんでね、それはね。この時はですね、まあ、博多からね、熊本まで、まあ、MV で、新安城経由でね、もちろん帰り、じゃあ在来線ってやったら、普通に連続乗車券が出てきました。普通ね、この新幹線の、指定席券じゃない、新幹線特急券、これをね、MV で買って、ついでに乗車券を買って、それが片道乗車券にならない、まさにそうですよね。博多から新安城、熊本、当然完全に副乗なんですけど、こういうのをね、乗車券で熊本まで買いたいって言うとちゃんとね、連続乗車券が発券されるはずなんですよ。ところがこの機体の問題に関してはね、潰されてるんだね、これね、その機能がね、係員のいるとこにお越しくださいって出ちゃうんだね、これがね。はい。で、まあ昨日ですね、まあ当然普通に上野から北野までも買おうとしたら出ましたし、逆にね、大宮から奥まで上野経由でね、まず大宮から上野まで新幹線券でやって、そこから先奥までってやったらね、同じ表示出ましたよ。つまり、現在少なくともこのね、たかたか B さん買った時は多分これ実装漏れだと思うんですね。潰し漏れ売られちゃうっていう、これ事故だと思うんですよね。これ、東日本の言い分が正しければ営業事故だと思うんですけども。まあこれね、まあ旅客不利ではないので別にいいんですけど。まあこれね、機体のものと同じように扱われてました。だからさっき米沢がね、言ったね、見解通りの今、まあ実装なってる。つまり機体の問題は、連続乗車券を売るのでもなく、片道乗車券を売るのでもなく、窓口来いっていうね、エラーが出るっていう。なってましたっていうことなんで、これはやっぱ基本的に機体の問題が、まあ、で、機体のまでで、ね、全属乗車券になるならば、この大宮奥も売れないはずだっていうね、片道乗車券で売れないはずだっていうことでね、そこをご理解いただきたいと思います。コメントも何もついてないんで、一応ね、ここで、全国20人しか見てないね、このチャンネルで語ってみましたということです。それでですね、このね、副乗になるならないってことで言うとね、まあ、分岐駅通過特例っていうのは別にあって、それとリゾート白神問題があるんですけども、まあ、それは置いといてね。それはまた条文が違うってことを置いといて。米沢一回北国問題体験してますね。北国問題。これ何かっていうとね、まあ、北国にね、
北国って昔ね、583件使ってた寝台急行がありました。ね、まあ、名年、往年の名車、名年の王車じゃないってね、往年の名車、トンチキーですね、昼間はボックス、超広いボックスシートの特急として運用して、座席車として運用して、組み立てと三段寝台になるってやつですね。もう、今はもう現役でないです。これを、まあ、それ使って走ってた最後の定期列車でしたね、北国。今これ何度も米沢乗ってますね。寝台、A 寝台も乗った。B 寝台乗ってないね。A 寝台乗ったし、あと、まあ、自由席も乗りましたね。座席のままでね、寝台組み立てないでっていうところに乗ってね、ボックススカウトちゃんと乗られるってやつですけど。まあね、北国問題っていうのがありますね。何か。つまり北国のっていうのはね、なぜか米原経由です。大阪からね、大阪と、まあ、新潟の間を往復してたんですけども、まあ普通大阪から行くとね、湖西線経由で、まあ、敦賀まで行くんですけど、なぜか北国はですね、米原経由で北陸本線、湖西線取らないで行くっていうね、まあそういう列車でした。でね、まあこれ当然この時の料金は、これはね、特定分岐区間、特定分岐区間じゃない、経路特定区間。これね、山品とね、大見塩津の間は、これはいわゆる経路特定区間69条です。旅客営業規則69条、経路特定区間ですので、これはもう料金も運賃もね、強制的に湖西線経由、まあ経由で計算するという、まあやつです。で、まあ当然ね、なので、まあ、北国で、ね、乗ったとしてもね、これ当然、まあ、湖西線経由で計算するのはいいんですけどもね、まあ実際前払い取るじゃないですか。そして、米沢が買った乗車券を見ていただきたい。これ2008年ですね。まあ、出社操縦券、西大井から石川っていうな、その鉄券で。まあ、これで食い合いってね、月岡温泉行ったんですけど。まあ、これ経路を見ていただくとわかりますけどね。まあ、東海道本線で西大井、まあ、西大井、まあ、金閣線ですけど、西大井からね、東海道本線経由して、まあ、それで、まあ、草津で草津線に乗り換えてますね。で、まあ、その後、関西本線とか片町線とかぐるぐる回って、まあ、いろいろ回るんですけど、その後、東海道本線、湖西線、北陸本線っていうなってます。まあ、経路的には東京からこう来てさ、で、草津まで行って、米原通り過ぎて草津まで行って、うにょーんって回ってって、で、湖西線経由して、まあ、新潟のに抜けるということで、まあ、また東京戻ってくるんですけど、経路20経路なんで、出社操縦券です。これ、経路特定区間っていうのはね、これ、ね、経由の表示をしないって書いてあるのに、これ、湖西線って書いてあるじゃんっていうね。ことです。ね、これミスかって言って、米沢が書いてくれってお願いしたんだ。まあ、せっかくに言うと、こういう経路になるはずですっていうのね、いつもプリントアウトした紙を渡して、ね、発見してくださいって。で、まあ、何日後に来ますからって言っても米沢やるんですけど、まあ、書いてくださいって言いました。まあ、書いておきました。まあ、これは当然のことでね、これね、実は69条適用除外ですね、これね。はい。何か、ですね、旅客営業取扱い基準規定、第109条です。はい、ここに書いてあるね。読みます。特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方、規則第69条及び同様70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の、普通旅客運賃は旅客の実際に乗車する経路の営業経路または運賃計算経路によって、計算することができるということなんですね。計算することでできる名、マストじゃなくて名になってんだけど、これ計算しなかったら、打ち切り計算だからね。当然これ連続乗車券にしかならんので、片道で出してくださいと言えば、まあ、このね、条文を根拠に言ってくださいという、実際の経路で言ってくださいということになる。つまりこれ69条の除外規定ですね。何か、まあ、簡単な話ですよね。つまりこれ、米原、草津間、乗った後で山品、大見塩津乗ってるから、これね、経路特定区間の山品、大見塩津間を、他の経路一部乗った後でもう一回乗ってるっていう、これうまい具合に作って、わざと作ってこういう経路したんですけどね。まあ、合ってるんでね。当然これは69条の適用除外の、基準規定109条が適用ということになります。まあ、結果ね、まあ、これで乗れるんだけど、問題はね、この乗車券で北国に乗れるかってことだね。つまりこれ湖西線強制じゃないですか。この乗車券だとね。この乗車券だと。湖西線強制なのに、これで米原経由乗ったら副乗じゃんっていう話ですね。まあこれが乗れるのかどうか。で、まあこれをね、まあ北国問題って厳密に米沢の厳密な解釈、米沢による厳密な解釈だとね、これ本来乗れないはずですよね。だって、まあ、北国のね、運賃計算方のルールでしょ、湖西線経由じゃない、米原経由だけど、湖西線で経由するっていうのは、これ、運賃計算のルールの問題であって、乗車の実際の効力ではない。とは、実際、米原乗っちゃってんじゃんっていうね。副
副乗じゃんってことで、これ乗っていいんですかって、乗れないと思うんですよ、米沢は。ね。ところがこれはね、この経路の乗車券で、北区に乗れますかっていうね、問い合わせを事前にして、JR 西日本から乗れますっていうね、回答をいただいて、まあその結果乗ってるんで、まあ別に警察の何の問題もなく通ってるんですけど、急行券はもちろん買ってね、乗ってるんですけど、まあこれですね、つまり、規則上乗れるという根拠がないのに乗れてしまうのはなぜかっていうね、これが北国問題です。まあ乗れたんだからいいだろうっていうのあるし、そもそもね、北国が2012年に廃止になってる、定期運行廃止になってるんで、もうどうにもなんないってことですけどね。まあそういうことです。これが北国問題ですね。つまりこれは、なぜか旅客有利に扱われてるのはいいことなんだけども、その根拠がわからない。まあ設定趣旨からするとわかりますよ。ね。この特定分岐っていうのは、要するに両方を経由する列車がどちらも設定されているような場合にね、歴史的には常磐線と東根線の間でね、戦前に設定されたのが最初って言われてますので、これは通説ですけどね、言われているので、まあ要するに両方通る列車があるところに関してね、まあ関東線どうなんだってのもありますけど、それは置いといてね。まあ両方通る列車があるときに、まあ短くで計算しますよっていう、まあことですよね。まあなんでね、まあこれに関しては、まあその制定趣旨を考えれば、鉄道会社の都合で米原を経由する列車にね、乗せるっていうのは、この規則のね、経路特定区間の、規則の趣旨からすると、まあ非常に、まあ合理的な、まあ理にかなった、しかも旅客有利の扱いなのでね、何の問題もないんだけどさ、規則マニアはね、規則に書いてないことやられると虫ずか走るんだ。ASD っすか。そんなもんですね。はい。ということなんで、まあ、これが北国問題だということになります。まあ、同様の問題にね、いわゆる、まあ、リゾート白神問題、三鈴潮騒問題ってあるんですけど、これはまあ、分岐壁通過特例の話なんでね、まあ、次回ではないですけど、そのうち山科問題やりますので、その山科問題の時にセットでね、そちらのお届けしたいと思っています。以上、北国問題でした。はい、いかがだったでしょうか。ショートバージョンとかって2つ詰め込んだら、そんなに商品になるのかですね。ということで、明日はまあ3連休なんですけどね、旅行行かないんでね、まあいろいろ飲み会とかね、組合の任務とか入ってますので、まあ夕方からは行きましたんですけど、まあ毎日配信しようかなと思ってます。明日はですね、ちょっと時事ネタですね、規則じゃなくて時事ネタの話をしようと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。